アーノルト・アルベルト・ファンルーラーは、オランダの進学者である。ファンルーラーは、教会の牧師として働いた後、1947年より、ユトレヒト大学のオランダ改革派教会、担当教授になった。ファンルーラーは、アペルドールンに生まれた。中等教育を受けた後、ロー人間大学で進学を学んだ。1933年に大学を卒業した後、 クバートの教会の牧師になった。1940年にはヒルバーサムの改革派教会の牧師になった。第二次世界大戦後の1947年、進学博士号を取得した。学位論文のタイトルは立法の常就であった。それは神の国に関する研究書である。1947年にユトレヒト大学のオランダ改革派教会、 担担当当教教教授に任命されたた主な担当教科は教義学とキリスト教倫理であったファンルーラーはオランダ改革派教会の発展に大いに寄与した。1951年に施行されたオランダ改革派教会の新しい教会規定の改定作業に取り組んだ。この新しい教会規定にはすべてにおいてファンルーラーの影響が行き渡っている。この教会規定は 会期に基づく、境界訓練を原理的に可能なものにした。ファンルーラーは、第二次大戦後、ヘンドリクス・ベルコフやヤンブスケスラと同じように、社会制度や国家体制の問題に直接関与した。ただし、ベルコフラとは異なり、セオクラシーの格好たる支持者であり続けた。日常生活ということもまた、ファンルーラーの関心事であった。書斎に閉じこもるような人ではなかった。 ファンルーラーは、この世界には、罪や苦しみがあることを知っていたが、それにもかかわらず、想像や、地上の生に対して高い評価を持っていた。ファンルーラーの出版物には、祭りや喜びという言葉が多く用いられている。サッカーの偉大なる、愛好家という面も持っていた。日曜日の午後は、自ら説教を行う夕方の礼拝というトレヒトの、ハルヘンワートと往復した。 サッカー観戦を大いに楽しむことができた人である。とにかく非常に目立つ人物であった。メディアにも定期的に姿を現した。25年もの間、アブローというラジオ局の朝の礼拝番組に出演し続けた。また、たくさんの書物を出版した。生涯の最後の年には、教会の行方に対する懸念を表明した。この懸念は、 ファンルーラーも関与して1973年に出版された証言書の序文で表明された。ただし、ファンルーラー自身は、この証言書が出版される頃には死去していたので、彼の妻が CG ファンニフトリック教授らと共に署名に加わった。この証言書は、教会と説教はあまりにも多く、政治と社会的諸関連の中へと埋没してしまわない方が良いと警告している。 福音は政治ではない。むしろ福音は多なる世界を見つめる視点を与える救済心である。福音の中心にあるのは神との和解なのである。ファンルーラーは1970年12月15日、心近拘束で突然亡くなった。62歳。彼の墓はユトレヒトにある。著書は多数ある。1969年から73年には、 1> 第1巻を除くすべてが妻の手によって編集された進学論文集全6巻が、G 回、カレンバッハ出版社から刊行された。2007年より D ・ファン・ケウレン博士の厳密な工程と編集による新しい著作集の刊行がブーケンセントルム出版社によって開始された。1965年頃、教会も社会的抵抗運動に参加した。教会は 革命の進学をその最も重要な代表者である GH テルシェヘッドと共に展開した。テルシェヘッドは革新的なバルト主義者であったが、バルト進学をマルクス主義的な意味で解釈するよう限定していた。政党主義者らは反応した。ファンニクトリク、ファンイッターソン、アールダースは証言書を提出し、多数の同意を得ることができた。それは、 特に政治的説教というものに向けられた非難であった。編集実務、D ファンケウレン編集実務、AA ファンルーラー、JA ファンルーラーハーメリンク進学、政治論修聖書目送集。ありがとうございます。